今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。もう霜注意報が出てくる季節になってきましたね。なんか秋が短いですかね、なんかあっという間に、冬に展開していきそうな感じですね。今シーズン、まあ、個人的ではありますけど感想、なんか秋のこの虫の音が短かったなみたいなね。そうですよね。ほとんどやはり今朝も鳴いてないっていうね。秋も今日はね、秋物のジャケットを着てるんですけどね、はい、いや今日しか着れへんやなって。もうねちょっと寒い気がするんですよ。そうですね、まあ、夏物にはちょっと着れないんですよ。だからずっとね、待ってたんですよ僕、このこっち着たろうと思って、そしたらね、あちょっと寒いかなぐらい、こいつ出てこれへんでみたいな。もうあと半月もしないうちに冬物になる可能性ですよね。いやいや、そうですそうです、本当そうですよ、ね、いやなんか季節がね、風は黄色になってきたと思ってたらもう、あそうですよ、風は黄色ね、懐かしいアイドルの歌そう、風立ちぬとかね、秋になるたびにこう歌がね、そう一旦一定こう売れる期間があったんですけど、昔はね、ありましたね。そうそう、秋やから、まあ、ちょっとこういう秋の気配とかね、いいですね。そういうね、秋シリーズで結構ね、こうなんていうか、メンタルがね、すごくこう、メランコリックな、あそうです ねだって秋の気配オフコースなんてね、寂しちょっとこう寂しい感じも ね、しますもん ね別れちゃうって話。いや そうですけど、それがねなくなるのは寂しいですよね、だって夏すぎて冬なんてなったら今度またゲレンデどうのこうのとか、いやそうなっちゃいますよね。そうなっちゃいますよね、あと木枯らしがどうのこうの、いやそうですよ、冬の稲妻かになっちゃってもね。あいやそうですよ、そうですよ、すぐ行くんだはーみたいな感じ。それは秋は歌えないですからね、はーって言ってもね、歌えませんね。秋は力強さはそうないですもんね。じゃないですから、そうなんですよ、はい、秋が欲しいな僕は。そうですね、ところで将棋で昨日偉業達成です。将棋の藤井聡太七冠が王座戦の第4局で永瀬拓也王座を破って対戦成績3勝1敗として前人未到の全8冠独占を達成しました。全冠、これすべて8冠制覇としては全7冠だった96年の羽生善治九段以来27年ぶりといいます。藤井八冠2016年史上最年少の14歳2ヶ月でプロ入りし、デビューから歴代1位の29連勝を果たしました。でその後もですね、最年少での棋戦優勝、あとですね、タイトル獲得防衛とかですね、将棋界の歴史、これを塗り替えてきました。まあ、今回の王座獲得によって自身の持つタイトル戦の連覇記録を18回に更新し、通算獲得タイトルも18期となったといいます。八冠を達成した藤井聡太さん、ここ1年はタイトル戦の結果は良かったんですけれど、それに見合った力があるかというとまだまだなのかと思う、引き続き実力をつけていくことが必要と語っています。21歳の棋士、すごいですね。すごいですね、やっぱこのまだまだなのかなと思うところが強い秘訣なんでしょうね。まだまだなのかという、ちゃんと自分で冷静に分析できてる、分析して、自分は決して、完璧ではないと、はい、まあ、神様なんていないですからね世の中に、だから何かの意味でどっか弱いんでしょうね、はい、それをなんとか見つけ出してそこをなんとか乗り越えていくっていうことをずっと繰り返して、まあ、この方の場合はもともとある、まあ、天の才があって、はい、天狗の才があってここまで上り詰められたんでしょうね、すごいですね、ただ藤井、私の目の前にいらっしゃるのは藤井聡先生なんですけどいやいや、これね、太いっていう字のあるかないかでね、あるかないかなんですね。僕太らしたら聡太君になるっていうねそういうことなんですね、もう超えてるわけじゃないですか聡太君はね、精神が僕よりもっと太いんですかね。いやいや、魂が太いんでしょう。いやですからね、藤井聡先生、あと藤井聡太七冠と、藤井頑張ってますよいや頑張りましょうね。昔は藤井というともう文也ぐらいしかいなかったんで、ね、あそうだ、最近増えてきましたよね、チェッカーズのね藤井文也さん、まあ、今ね藤井さんも頑張ってますけどもね、そうです、そうです、はい、
でこの王座戦なんですが、午後9時前の終局前、うん、終盤の10分間で大きく2点3点する流れの局面にネット上では驚きの声が上がったといいます。で藤井竜王が優勢のところ、悪手でですね、悪い手で一気に流れが永瀬王座に行ったと、うん、で AI の判定ではその時点で永瀬王座が 99% 優勢と出たんですが、うんうん、この悪い手で一気にですね、握手で一気に、藤井竜王が 99% 優勢、握手の打ち合いになったわけですか。そういうことなんですね。でこれ1分将棋って言っても考える時間がもうなくなっちゃってたってことなんですね、きっと。なるほどね、ですからね、それまでも時間切れでね、はい、長い考えられたものがもう1分で結論出さなきゃいけないっていう、まあ、そんな中でのおそらく戦いになっていたと。藤井聡太君もミスったんですね、はい、そうなんです。最初もう時間がないから、はい、わっちゃ負けてしまった思った、そうなんです。思ってたところ、お前も間違っとるやんけみたいな。それで、実際にですね、まあ、この永瀬王座がもう頭かきむしったって言うんですよ。これはもうダメだ、うわやっちゃったよ、やっちゃったよってことですね。だから詰むところが、だからそれ見逃したとかなんかそういうふうにも聞いてますしね。あ、そうなんですか。まあ、そしてこの握手にこの頭抱えて天仰ぐ永瀬王座というのがいたということなんですが、まあ AI 同士の将棋では見ることができない人間ならではの激戦、という感想も飛び交ったということなんですね。まあ、でもその AI 将棋をいち早く取り入れて実力を上げたのも藤井八冠なんですね。まあ、ですから改めてこの AI の可能性というのはどうなんでしょうね。やっぱりAI はね、はい、あの表現者クライテリオンでも特集したことがありましたけども、はい、やっぱりどこまで行っても人間が主人公で AI が人間をサポートする、はい、まあ、そういう関係性をね、我々人間側が AI と取り結ぶことができれば、はい、まあ、AI は我々を豊かにするけれども、はい、そうでなくて AI が主人公になってしまう、もう主権を逃げ出してしまうようなことがあると、まあ、人類は地獄に落ちるだろうなというのがこれ一般的な構図だと思うんですけど、はい、この藤井聡太さんはまさにそれをやってらっしゃるということですよね。AI 将棋を取り入れて自らをどん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 鍛えていってるわけですから、はい、まあ、人間と AI との関係というのはこうあらねばならないと。ですからもうこの AI も逆に今回なんか振り回されたわけですよね。握手をさした、 そしたらもうこうなりますと。でも相手も握手をさせばこうなるっていう、ね、与えられたデータの判断ということなんですよね。はい、まあ、こういうね、はい、八冠とにもかくにもすごいですね。すごい、はい、時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら読売新聞、イスラエルガザ地上作戦準備。イスラエルのガラント国防大臣はおととい、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム主義組織ハマスに対する総攻撃は近いと述べました。イスラエル南部のガザ境界近くでは地上作戦に向け戦車や軍用車両、兵士が続々と集結しているといいます。イスラエル軍は過去最多となる30万人の予備役を招集し、ガザ近隣住民に退避を勧告したという情報もあります。イスラエル軍はガザ地区を包囲し、電気や水、食料の供給を止めています。フォルカー国連人権高等弁務官はおととい、市民の生命を危険にさらすような封鎖は国際人道法で禁止されていると警告、まあ、国連から警告をされていると。でアメリカバイデン大統領はおととい、ホワイトハウスで演説し、14人のアメリカ人も殺害されたハマスの攻撃をこの悪の所業と非難しました。イスラエルは反撃する権利と義務があるとも語っています。バイデン大統領、この防空システムアイアンドーム用の迎撃ミサイル供与など対イスラエル軍事支援を強化する考えを示し、アメリカ議会に追加支援予算を求めると述べました。まあ、このイスラエルガラント国防大臣の発言含んだイスラエルのガザ地上作戦準備という、まあ、こういうこの現在なんですが、藤井さん、これはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。こうなりますよね。
第7の可能性で戦争突入ですね。ウクライナの戦争もあって天然ガスだとかの供給が滞っている中で、こういう中東の、まあ、こういう紛争というのは石油供給量をまた大幅に減らす可能性があって、まあ、もちろんこのイスラエルの方々、それからパレスチナの方々の、まあ、一般の人々の命がこれで危機にさらされるというのが大変重大な、国連が言うような問題ではあるんですけど、それと同時にこの石油の問題は深刻ですよね。ただでさえガソリン180円だ190円だ200円だとかつって大変だとか、日本国内でも言われてるし、世界的なインフレを導いていることになっているわけですけども、それをさらに加速する、こういう、まあ、あの中東はずっと安定的にね、あの石油を供給して非常に安い時期が数年前まであったわけですけど、それが完全に終わりを告げて、今度はもう供給しようにも供給できないようなそんな状況に石油がね、なってきますから、これは近代文明は石油をベースに成り立っている側面がまだまだ強いですから、これは世界的な大問題になりますね。はい、続いてはこちら、産経新聞、ガソリン補助来年3月まで延長。政府は年内で期限切れを迎えるガソリン補助について来年3月いっぱいまでは延長する方向で調整に入りました。今月末をめどにまとめる経済対策と令和5年度の補正予算案に盛り込む予定です。新年度となる来年4月以降についても延長を視野に引き続き与党と協議しながら対応を検討、政府関係者が昨日明らかにしました。ガソリン補助、石油元売り会社に補助金を支給して卸価格の抑制を通じてガソリンスタンドでの店頭価格を抑え込む仕組みです。まあ、これ去年1月に導入されたものですが、今年9月いっぱいにですね、期限を迎える予定でしたが、原油価格の再高騰などを受けてガソリンの補助延長の方向ということです。藤井さん、この動きはどうご覧になりますか。言ってることがせこいですよね。これだから一番本丸は、まあ、状況もこうなってきたんだから、もうこのイスラエルの問題も出てきたんだから、ずっと凍結していたガソリン税の凍結解除、トリガー条項の解除を解除しようと、凍結しようというようにするのが普通の国のあり方ですよね。はい、それを財務省の顔色を伺って、まあ、国内最強の組織、場合によっては反社会的な増税なんかも行いますから、国内最強の反社組織である財務省、反社会組織である財務省のご機嫌顔色を伺って、絶対に、トリガー条項の導入はしない、すなわちガソリン税の減税はしない、ましてや総理大臣が今減税で対策をするのだなんてことを言ってるにもかかわらず、意の一番にやるべきガソリン税の引き下げということだけはやらない、はい、なことしてるから増税メガネって言われるんですよね。減税する気はないやないかと、はい、もう岸田文雄さんの口から減税という言葉をが漏れるたびに、もう全米が鼻で笑うぐらいのそうですか、全日が鼻で笑う、はい、ってみんなもうね、減税って一言言うためにもう100万回ぐらいはっって、もう北海道が九州沖とかってね、言ってる状況にあるということがわからんのか、はい、文雄さんは、恥を知りなさい。はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。財務省は財政制度等審議会の分科会でコロナ禍で膨張した中小企業対策費を早期に正常化する必要があると提案しました。
実質無利子無担保のゼロゼロ融資の返済を迫られる企業、こちらが増える中で、既存の補助金の効果を検証した上で、脱コロナに向けて対策費を正常化し、資金繰り支援から経営再生支援に軸足を移すよう求めました。中小企業対策費を早期に正常化する必要がある、まあ、こういうふうに財務省が提案をしたということなんですが、これは藤井さんどうでしょう。これはね、ダメですね。ダメですか。はい、なんでかっていうとね、ゼロゼロ融資の返済を迫られる企業が増える中でね、はいはい、これ増えていって、でこれから倒産がすごく増えていくだろうと、まあ、予期されてるわけですから、これまでは確かに貸し付けるという業務が優先だったわけですけど、まあ、これからはその返済についての業務が始まってるわけでね、はい、でここで我々ずっともう言ってたのが劣後債にしなさいということを言っててね、この債権は劣後債にしなさいと、はい、で劣後債ってどういうものかっていうとね、まあ、簡単に言うとですね、貸し付けるんだけれど出世払いだと、はい、返せなかったら返せなくてもいいよと、僕の借金については借金について返さなあかんという気持ちは劣後しといていいよと、はい、もうあんま金銭でいいから後回しでいいですよ、後回しでいいですよ、ね、と、でめっちゃお金余ったんやったら返してもらってやるけれども、もう相手に言ってもいらんねんわしその金と、いいねそういう、いや嬉しいですよ、そう、それが劣後債っちゅうもんでね、もうお父すごい親分とかがやる出世払いだ、はい、出世払いがいいよもう持ってけ、っていうことにしなさいと、はい、これ言ってたわけですよ。元々おっしゃってましたね。で諸外国はね、これあの貸し付けじゃなくて給付してたわけですよ。ところが日本はもう財務省がもうプライマリーバランスだなんだとケチくさいことばっかり言ってるんでね、これ貸し付けてるっていう体裁になってるんですけど、だから劣後債にしなさいと、修正払いにしなさいということをずっと主張してたわけで、まさに今そういう形での支援を、はい、しなさいと。だからそれはね、一般会計からの注入という扱いでもいいんですよ。今はだからこれね、あのプライマリーバランスは毀損してないんですよ。財務省のその収支、はい、プライマリーバランスですけど、これをね赤字しないという目標を立ててるので、これはね赤字にしない格好で、財務省がやっている中小企業支援という体裁だったんですけど、はい、これからはですね劣後債にするってそれに関して決めたら、まあ一般会計が注入していってもいいし、あるいは劣後債でひょっとしたら100年後ぐらいに貸してくれるかもしれんとかですね、いうことにしとけば PB を基本しなくてもいいわけですから、バランスをね、だからずっと先延ばし先延ばしと、借り換え借り換えをさせてやったらいいわけですから、それをやるべきだと思うんですね。だからその議論が全然ないままね、この財政審では、はい、ただ単に貸し付けをこれからやめていきましょうという話をしてるだけですからね、それではダメですよね。そうですね、まあ、このコロナ禍で急速に膨らんだ中小企業に対する補助金について、財務省の諮問機関が早期に正常化を求めると、まあ、提言したわけですが、まあだって今だってそれこそもう今度どうやって返そうって困ってる方は、ね、企業多いわけですから、で確かにコロナ禍というものは終わってるわけですけど、はい、あの岸田文雄さんですらですね、はい、経済対策せなあかんと口走ってしまうぐらいに厳しい経済状況なわけですから、そんな状況下でなんでまたこんな正常化する必要があるって、正常じゃないって言ってんだこっちはという話ですから、財政陣は何を考えとるんだと思いますね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分になるところです。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。日経新聞から、イスラエルがパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻の準備を整えているというニュースです。予備役を30万人動員し、ガザとの境界の支配権を回復し、10万人規模の部隊を配置、双方の死者数は2200人に達したと言います。まあ、一部の情報ですとさらに上回って2300人に達したとも言われています。まあ、地上戦に踏み切りますと犠牲者はさらに拡大します。我々は地域の支配を回復し総攻撃に移行する、ガザが以前のように戻ることはない、
イスラエルのガラント国防大臣はガザ境界近くで兵士らにこのように語ったといいます。イスラエルが地上侵攻を検討するのはガザを実効支配するイスラム組織ハマスに空爆だけでは打撃を与えきれないと見ているためだといいます。ハマスの戦力の無力化、地上戦で戦闘員や幹部を見つけ出す必要がある、まあ、こういうふうにも言われているわけですが、新しい情報によると、まあ、これ一部の情報ではありますけれども、このガザ地区のですね、地区唯一の発電所が燃料不足に陥って操業できなくなっているという、まあ、こういうニュースも入ってますね。はい、いやこれは半ばずっとガザ地区を攻撃したいと思っている勢力がイスラエルにいるとしたら、はい、残念ながら口実を与えることになってしまったわけですよね。でこういうことになることを恐れて、これまでパレスチナも、まあ、ここまでのハマスが今回行ったような攻撃をするというところには及んでいなかった、はい、それをやらなかったわけですけども、諸般の事情としか言いようがないんでしょうけど、で攻撃をしたわけで、事態はさらに展開していくことになりますよね。しかもアメリカがこれを全面支援をしているわけ で、はい、でかつイスラエルも逆にパレスチナの方にハマスの方を全面支援すると言ってますから、はい、アメリカとイランの、まあ、代理戦争の要素も呈してくるということですよね。はい、まあ、これも原因というのはいくつもあるとは言われているようですけれども、よくこのサウジアラビアがですね、はい、このどうも南下してきているというところも、イスラエルと和平を結ぶと歴史的和平と言われてましたけど、はいはい、あとはその一方ではですね、このガザ地区の中のこの若者の失業率が6割を超えているとも言われてまして、まあ、最近にですとこのハマスに対する住民デモも起きていたということが言われてますね。不満を解消するために外に打って出るという歴史で繰り返されてきた話ですよね。でも少なくとも、まあ、今回パレスチナは非常に厳しい状況に陥りましたが、はい、イスラエルとサウジとの歴史的和平を阻止したい人々にとっては良い帰結になりそうですよね。決裂する可能性がぐっと高くなりましたからね。高くなってきましたね。はい、さあそれではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。岸田総理、あらゆる手法で物価高を乗り越えると発言。岸田総理は今月中に取りまとめる経済対策をめぐり、補正予算を編成して臨時国会で成立させたいと述べ、20日から始まる臨時国会で補正予算の成立を図る考えを示しました。経済対策については、給付措置、減税、社会保障負担の軽減、インフラ投資をはじめ、あらゆる手法を使うと述べました。経済対策の目指す狙いについて、物価高を乗り越えることを挙げました。で、岸田総理は特に経済は今が大事な時だと強調しました。まあ、経済対策についてあらゆる手法を使うと、まあ、こう岸田総理は発言しているわけなんですが、藤井さんこれはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。このね、はい、大事なのはこの岸田さんの対策が何を目標にしているかということなんですよ。僕が目指すべきだと考えている目標はね、これ僕がというか誰か考えてもそうだと思うんですけど、今コストプッシュインフレ、要するに輸入品が高いからいろんなものの値段が上がっているという格好でのインフレになってて、日本人の賃金が高くなってきたからインフレになっているという状況じゃないんですよね、はい、その結果物価だけが上がって賃金が上がらないので、実質賃金が下がっていくということで、このインフレによって我々が貧困化しているという状況があって、これを終わらさなあかんわけですよね、はい、したがってこのコストプッシュインフレの内容をですね、デマンドプルインフレと呼ばれる賃金が上がっていくことを通してインフレになっていくという状況を目指さないといけないんですよ。すなわちインフレ率そのものは今のまま据え置くようなイメージで、その内容がコストプッシュではなくてデマンドプル、はい、賃金上昇を伴うものへと転換させることが目標 で、はい、でそれを通して実質賃金の上昇を目指していくと、はい、でそうするとですね、完全にデフレ脱却が
起こるんですよ。ちなみにこれ今あのデフレ脱却というのは2ステップあると考えるとね、はい、今物の値段だけが上がって賃金が上がらないわけですけど、はい、我々がずっとデフレ脱却すべきだと言ってるのは物の値段が上がってかつそれ以上の勢いで、賃金が上がっていくという状況を目指そうというのがこれがアベノミクスが目指していた共通認識で、はい、誰もがこれを目指してたわけでその状況にはないわけですから、インフレ率はこのままでもいいので、賃金だけ上がっていく状況にしていけばいいということを目標にすればいいんですよ、ところがね岸田さん何言ってるかちょっと分かんないんですよ、特に経済は今が大事な時だだからなんでやねん文化高を乗り越える乗り越えるってどうやねんお前どう乗り越え物価高って書いてその紙の上乗り越えるんかお前そう遊びかお前なんか言えいうこと、はい、だから分かんないんですよ、うん、あらゆる手法を使う何のためか知らないいや知らないっちゃっただから何かの目標があってあらゆる手段があるわけで目標がないと手段があったって困る難しいこと言うな手段は全部使うなとかってね、はい、言ってるように僕には聞こえるんですよ聞こえるわけですね、うん、で物価高を乗り越えるっていうのがね今言ったような、はい、あの実質賃金を上げる、はい、インフレ率をそのままにして実質賃金を上げるとかだったら分かりますよ、はい、だったら分かりますけどもなんかこれだったら物価高抑えるも入ってるじゃないですか、ね、これダメなんです、インフレっていうのは物価が上がっていくということはいいことなんですよ、はい、ものすごいことがあるんですよ、まあ、くしくもあの藤井さんが編集長を務めの表現者クライテリオンの9月号が、はい、インフレは悪くない、はい、悪いのは低賃金だそうなんですよいうことなんですねそうなんですよ、もうそれをねだから岸田さんこれやらなあかんと思ってるからそういうような出版をしたわけですけど、全く読んでないんですよね、というか木原誠二でも誰でもいいから、はい、読んでくださいよと、まあ、読まんでしょうけどもというか話をちょっと聞く耳ないんかねと、いうことなんですよね。だからまずねこれ簡単に言っておくと物価高インフレになっていくとね、これはあの賃金も上がっていくという効果が当然あると同時に価格転嫁しやすくなるのでいろんな人がだからインフレを放っといたらそのうちねコストプッシュインフレでもねデマンドプルインフレが幾分そういう要素が出てくるっていうのが一つ需要が高まってくるそうです、はい、でそれからあの日本人の購買力がついていって諸外国のものが安く買えるようになっていくと、はい、いうこともまああるんですよね、インフレになっていくとでかつその GDP そのものが拡大していくことにもなりますから日本の国力の増進にもつながっていくわけですよ、だからでしかもね何よりも大事なのはインフレになっていくと消費と投資が増えるんです、はい、インフレ中だけで、物の値段が高いから予算使わざるを得なくなるという側面もあるし今たくさんお金持ってる人は今使っとかないと損しますから、はい、インフレになっていったら1万円の価値がどんどんちっちゃくなっていくのでインフレになればなるほど人というのは消費投資を拡大するものなんですよ、だからねこのコストプッシュインフレなんだけどインフレにはものすごくいい側面があるんだということを政策担当者は理解すべきなんですけどこの岸田さんね物価高は乗り越えるってねいやだからそれええとこもあんねんけど乗り越えるんだいやいやだからええとこあるんですよと言ってるわけですよ、はいはいまあ、ですから今じゃ何をやらなきゃいけないかって言ったら、うんまあ、その賃金を上げて、そうなんです、もうだからそこだけ考えればいいんですよ、ねでコストプッシュのところは国が全部肩代わりですよ、はい、だから、ガソリン税は減税、はい、あるいはねもう消費税に関しても減税が一番いいんだけど例えば電気とかガスとかガソリンとか食料品とかを緊急軽減税率を導入して全部 0% にするんですよ、0% ですね 0% にしたったらいいんですよもう電力だとかそういう基本的なものだけざっと上げてね、そういう緊急経済対策をやればいいわけ で実際それ自由民主党のねあの積極財政議連というところがあって、はい、消費税減税の導入なんてことを今、主張してるわけですけど、そうですね、政府に対して 10% の消費税率を次元的に 5% に引き下げる検討をしているこういう意見があるということですね。そうですそうです。でこれね、一般には財務省の息のかかった、コメンテーターたちなのかもしれませんけど、こんなのは単なる受け狙いのポピュリズムだとかって言ってるんですけど違うって言ってるんですよもう、彼ら僕も最初の頃からずっと積極財政議連の動きは拝見してますけどね、はい、もう何十回も議論を行ってねで減税の話だってずっと議論をしてきたわけですから、はい、選挙狙いで今急にポット出で言ってるわけではなくて何十回も言ってるわけでもう何でも何でもそういうことを言い続けてきてる
人たちなわけですからね。今消費税減税の合理性というものを認めたくない人が、こんなの選挙狙いの受け狙いだとかつって、そういう批判をする、印象操作をしようとしてるわけであって、今こそ消費税減税の議論すべきだし、で僕はねやっぱり具体的にはね、先ほども言ったように必要な品目に関しての軽減税率の緊急導入、はい、5% でいい、それをねやるとね、それだけで随分違いますよ。で、そうやって価格を引き下げといて、かつさまざまな給付金だとかさまざまな公共投資を拡大することで、さらにインフレが進むようにするんです、はい、だから減税措置、だからデフレ、だから物価引き下げ措置と物価引き上げ措置を同時に行うことを通して、はい、インフレ率は一定のままで賃金を上げるというね、はい、非常にね普通よりは難しい舵取りが必要なんですよ。だから、その難しいことをやるのかどうかをこう拝見してるんですけど、はい、岸田さんの言葉を読み解いてるんですけど、彼の頭の中にそういう難しいことを考えてる要素はね、皆無ですね。いやちょっとそのあたりはねやばいです。はい、なんとかしてもらいたい、なんとかしてもらいたいです、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。日経新聞から、政府は昨日総理官邸で花粉症対策の関係閣僚会議を開き、初期集中対応パッケージをまとめました。2023年度中に杉の伐採、花粉の少ない品種への植え替えを重点的に実施する区域を設けます。人口が多い都市部に近い地域を想定するといいます。岸田総理は、花粉症は多くの国民を悩ませ続けている社会問題だと強調、国民の安心安全の確保につなげるべく、パッケージを経済対策に盛り込み、必要な予算を確保して実行に移してほしいと語りました。政府は5月に花粉の発生抑止、飛散予測、そして治療、この3つ柱とする花粉症対策を決めています。30年後に花粉発生量を半減させる目標を掲げ、杉人工林を10年後に2割ほど減らす計画です。今回の施策はこのうち早期に取り組むべき対策を抽出、花粉症の本格シーズンが始まる前に具体策へ着手できるようにします。最重点とするのが杉の伐採と植え替え、重点区域をめぐっては花粉症患者の多さなど影響の大きい地域を優先するともいいます。伐採した木材のこの使い道を広げるため、住宅資材への杉材の活用を促して、木材の加工工場ですとか保管施設の整備も助成するといいます。藤井さん、この動きはいかがでしょうかね。もちろんいいんですけどね、やるべきだし、花粉症で大変いろんな国民の方が苦しんでるのはわかるんですけれども、はい、なんでしょうね、 今これを言うっていうのはね。その経済対策でいろんなこと大変だし、はい、いやまあやったらいいんですけども、しかもこれ、ね、これどうして、秋に花粉飛ぶっちゃ飛ぶんですけど、秋と冬、冬じゃない春ね、そういうタイミングも狙ってるってことなんですかね。なんか誰かから聞いたんでしょうね、花粉症対策いいです、あそうか、それとこそれとこみたいな、そういうことですか、そんな感じですね。苦しんでる方は苦しんでますからね。そうそう、だからこれやったらいいんですけど、ただ、30年後に半減させる目標ですからね、なんで補正予算の議論だったの。そうですよ、今ね、だから一般会計の話だ、ね、否定はしませんけど、やったらいいし、補正予算でできることもっと力入れてやってほしいところは、当初予算でじっくりと進めていく種類のものですからね、はい、唐突ですよね。そうですね、これはほとんど人災なんですよ、次の花粉症っていうのは。本当ね、これはそういう意味で人災で起こってきてるので、しっかりとした対策をやればこれは収まっていくものなんですよ、はい、だからそれはね長い時間かけてやるべきことであって、補正予算の話じゃないんですよね、だからちょっと僕は何なんだろうなと。これ人災って今藤井さんおっしゃったのは、やっぱり杉を植えて管理をしてないってこともあるんですね。それをしっかりとね、対応してないんですよ、はい、
それをちゃんとだから木材の需要を高めてね、しっかりとこう伐採していくようにしていけばね、はい、まあ、いいんですよ。だからこれは結局あの木材を輸入することになっちゃったことの一つの帰結なので、あ、はい、うん、あの京都でもあの北山杉なんてたくさんあったりしますけども、はい、せっかく何十年も前にいっぱい植えた杉が放置されたりしてるところが多いですから、ちゃんとねあの多少輸入木材よりも高くても日本の国内国産木材を使っていくとこういったメリットも出てくるわけでね、はい、そこをねちゃんと構造的に考えるっていうのが、まあ、一番必要で、これはね補正予算の話じゃなくて当初予算の話なんですよね。だからそれはじっくりと僕はやるべきだと前から言ってはいるんですけど、何やねん今急に自分って感じしますね。もうやるんやとやったらええけどと、当初予算でちゃんとやれお前と思いますね、はい。まあ、今藤井さんおっしゃったみたいにそのね杉、ちゃんと杉の需要があれば伐採もして、で植え替えも進んでいくわけですもんね。そうなんですよ、うん、ちゃんとそのサイクルをね、だから国費をずっと注入することを通して、はい、さらに木材に関しての関税を高くして、はい、輸入じゃなくて国産木材が日本国内のマーケットでぐるぐる回るようにして、かつ木材の需要そのものも高めていくような振興策をね様々に進めていくとかね、これ国土強靭化の一環なんですよ実は。これかなりね国土強靭化では国産木材の拡大というので10年間も僕座長の時とかやりましたけどね、だからやってほしいんですけど、はい、なんで今やねんお前ってこのタイミングでと、うん、そうそう、いやだからやったらええねんでということなんですけど、はい、まあ、ですからね何度も言いますが否定してるわけじゃないんだけども、どうしてかというところは、うん、そうだからちゃんと本気でやってくださいねと、はい、いうこと、なんか本気でやらない感じがしてくるので、はい、今のタイミングで言われると、はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。朝日新聞から、全国11の金融機関で他行宛て他の銀行宛ての送金が一昨日からできなくなっている問題、全国銀行資金決済ネットワークは昨日2日間で合わせて255万件の送金が滞ったと発表しました。全国銀行データ通信システムの不具合によるもので復旧の見投資は立っていません。給与、学費、公的な手当などの振り込みに広く影響が生じていると見られます。全国銀行資金決済ネットワークによりますと、昨日の夜の時点で255万件のうち87万件の送金が処理しきれていないと言います。一方、他の銀行から送金を受ける着金、これは合わせて251万件が滞り、送金と合わせて、全部で506万件に影響が出たと言います。まあ、今日の朝、今朝の復旧を目指す8時半、ね、これを目指すとしているんですが、藤井さん、これ迷惑を思った人多いですね。これ大変ですよ。そうです、だってお金を今日の5時までにあれ所管とどうたらこうたらとか、倒産だとかね、はい、そういうのはだってあるわけですから、いや、それで倒産したらどうしてくれんねんみたいな話がありますからね。だからこれね、あのさっきもちらっと申し上げましたけど、国土強靭化の重要なテーマの一個なんですよ。地震が起こった時に何が起こるかっていうことを我々ずっと、まあ、国土強靭化安倍内閣で始まったとかずっと考えてたわけですけどね、そのうちの一個がこんなことなんですよ。だからね、あの金融システムを強靭化せなあかんなって言うとったわけですけど、地震もなんもないのに何してくれてんねんみたいな。そうですね。まあ、この、 あの3連休の時にシステムを入れ替えて、うん、あ、それが問題なんですか。でその14項のうち11項ができなくなっちゃったみたいなんですね。そういうことらしいんです。システム入れ替えた時にね、あのテロではないとは言ってるんですよ。となるとね、どうしたんですかっていうことですから、そういうのは内容しとかんとダメなんですよ、はい、これを、まあ、まあ今それ言っても後の祭りですけど、これを契機としてね、はい、ちゃんと金融システムの強靭化をやってもらいたいですね、はい、困るんですから本当に。そうですね、今藤井さんおっしゃったみたいに、企業間でね振り込み、例えば、一昨日が10日ですか、五頭日ですからね、節目のこの日でした、あとはニュースで見る限りでしたけれども、はい、例えば地方自治体から、子ども手当とか、なんかそういうものの振り込みも滞ってるわけなんですよね。なるほどだからそれ当てにしてた方がね、そうですよ、だって500万件ですからね、はい、500万ケースあったら、めっちゃ大事な送金だってあったはずですよ、送金着金が。ね、
ですから、じゃあその保証どうするんですかと、ね、本当ですよ、いうそういうことになってきますよ、考えられますね、お前のせいで俺も首飛んだやないかとか、はい、俺の人生どうしてくれてんねん、どうしてくれんねんみたいな人が、506万件のうちに何人かおられるか、いないとも限りませんね、何十人とかいるかもしれませんよ、そんな、はい、ですからこれ由々しき問題だと、そうなんですよ、こういうの起こしちゃダメなんですよ、そうですねそれ、やらこってさ、これ、もっともっとこうなんとかしてもらう、よくありますよね、システム入れ替えると、うん、まあそれはね、うん、その入れ替えたから、まあ、新しいものにしたから、まあ、多少その当初は不具合が出るのかもしれませんけど、そうそうそう、でもそれも入念に準備した上での切り替えが必要なわけですもんね、うん、そうですね、それが DX 時代中、そうですよ、 DX なんでしょう、僕は DX 賛成じゃないけど、全部アナログに戻してもらいたいぐらいですけど、まあまあしょうがないですよね、時代がこうなの、こういうこともあったということですよね、うんうんうん、さてあと話は変わりますけれども、はい、藤井さん新しい本を出しになりました、そうなんですね、はい、はい、あの豊かな日本はこう作れという、はいはい、この本ですね、はい、はい、これあの泉房穂さんという、はい、元明石の、そう元明石市長さんで今年辞めはった方ですけども、はい、まあ、彼と、まあ、対談した本で、はい、彼とね初めて会ったのが今年の6月なんですけども、やたらと気が合いましてですね、もう何話しても大体こう話がね前向きに転がっていく方なんですよ、はい、でちゃんとこうそれはこうですよとか言ったらちゃんとね、こうはそうかって言って話をつないでこうね積み重なっていく方でね、はい、でしかもやっぱり常識にとらわれないでなすべきことは何かっていうことをね考えてる方ですから、なんといっても一番有名なのは子ども政策がねすごく人気が出てるんですけど、すごくいいですよ、はい、うん、そうですよね、はい、ま、あのこの私も他の番組で見たんですけれども、うん、これがですね、あの藤井さんとのこのお話がね、はいはい、まあ、トン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 、例えば一つタコの状況だけでも、うん、あのね、タコの状況というかタコのお話だけでもどんどん話が盛り上がっていく、いやそうです、タコの話だけでもね、ずいぶん盛り上がってますよね、いやだからね本当タコ一つとってもね、あの政府がやるべきことっていっぱいあるんですよね、はい、こういう方がね本当政治のど真ん中で活躍するとね、すごく日本の政治で良くなるっていうのがねありありと分かるし、はい、で地方自治体の行政としても非常に大きな成果を残した方ですか、たった12年しかおられなかったんですけども、もう人口も税収もすごく増やしてった方ですから、はい、市民の満足度もすごく上がって、で最後はもう辞めるときにも辞めないでくれ、辞めないでくれってもう感謝の話だったそうですから、これ決してね大げさな話ではなくてね、はい、政治というのはちゃんとやればね人々は豊かにできるんですよ、それがねちゃんと実証された、それを実証された方ですから、はい、うん、まあ、ですからこの泉さんのやってきたお話ですとか、うん、あとはもう最後にはですね岸田政権の政策に物申すというところも書いてあるんで、ね、うん、そうですそうです、そうですね、ぜひともこれはぜひね読んでもらいたいと思います、はい、時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ今度はこちら、日経新聞、与野党減税プラス給付を全面、与野党で減税を求める動きが広がってきました。政府が今月末に経済対策を策定するのを前に所得税やガソリン税などの軽減策を提言にまとめます。減税論に火がついたのは岸田総理が先月経済対策をめぐって減税を強調したのがきっかけ、例示したのは賃上げ促進税制など一定の要件を満たしたこの企業を対象にする措置にとどまっていましたが、自民党内で所得税減税これを提起する動きにつながりました。また与野党で低所得者への現金給付案も上がっています。減税プラス給付の動きということなんですけれども、藤井さんこれはどうでしょうね。うん、まあ、もちろんね減税って言ったら普通は所得税減税、それ、はい、さらに言うと消費減税を想起するにもかかわらず言ってなかったんですからね、はい、法人税減税とか、特許税減税とかね、特許なんとか減税とかね、はい、なんかほとんどの庶民関係ないやないかみたいな話だったので、はい、まあ、企業にっていうね感じでしたから、はい、どこが減税やねんってもう国民大バッシングというかね、はい、すごい批判が出てきたから、減税って聞けばね、あ、うん、我々なんかあのねいいことあるのかなと思うんですけど、そしたら企業かっていう、そう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 、まあ、だからね、まあ、そしたら
直接こう恩恵をすぐにはこぼれないってわけですもんね、うんうん、そうだから当然、まあ、減税って言葉をね口で、はい、口から吐いてしまった以上はね、はい、それはまあこういう流れになりますよね、こういう流れになるんですが一部こういう流れが出てるだけで、まあ、全面的な減税があるとはちょっと未だに思えないような状況ですよね、はい、でこの減税を前面に出しつつ給付を組み合わせる、まあ、これはですね新たな形のばらまきという指摘もあるということなんですね、うんうんうんまあ、社会保障あと財政の持続可能性を高める改革というのは、まあ、改革はですね棚上げの懸念が強まる、まあ、こんな声も上がっているといいます、まあ、税収が増えても減税などの形でこの国民に還元すれば、まあ、財政再建は遠のくという声もあるということで、まあ、これは最近よく聞くなんか論法ですね、うんうん、社会保障や財政の持続化するための財源は、はいうんなるほどね、ばらまきってねいや、だって政府はばらまかだから政府の支出って全部ばらまきだってことでしょ、まあ、こんな何でもかんでもばらまきって言ってんだったらね、はい、そうですね、そしたら政府なくせっていう話ですからね、はい、だから政府が使うことを全てばらまきって呼ぶんだったらば、そうですよ、はい、だからアナーキズムってことですよね、だ無政府主義者ですから、アナーキー・イン・ザ・UK みたいなやつらですよね、悪いやつらってことですから。でもこれも藤井さんが以前からおっしゃる通り、あの今は政府がその、ねお金を使う時期だとかあるじゃないですか、そして活性化させてというような、そうですよね、で また今度は逆にこう物価が高くなりすぎるというか、まあ、インフレはもちろん先ほどおっしゃったみたいに悪いものじゃないけれども、あまりにも過熱しすぎた時にはそこは抑えにかく、それが政府の役割ですもんね。だからこれ増税すればするほど経済が悪くなって財政再建が遠のく、財政増税するから財政再建が遠のくという理論的可能性は世の中に当然存在するわけですよ、はい、で減税するから収入が減るから財政再建が遠のくという可能性があることは僕は否定はしないけれども、はい、逆に増税することで減税しないことで財政再建が遠のくっていうことがあるわけ で、はい、で実際今の日本が財政悪化してるのはケチりすぎたから、はい、だというのがこれクブクリン以上、僕はもう 100% 間違いないと思ってる見立てなんですけど、はい、知性があればねそれに関しても思いを馳せるはずなんですけど、はい、政府からはそういう声は聞こえてこないですよね、もう少し理性的に考えてほしいですよね。せっかく東大とかなんとか大とか出てる人多いんだろうから、ちょっとぐらい頭使いお前らと思いますよね、はい、ですから消費税減税は渋る、で給付はばらまきだっていう、じゃあどうするんですか日本をっていう ね、 そうですね、どうしようもないでしょうね。そうですね、だからどうにかしたいってわけじゃないんでしょうね。だから財務省に言われたことはできないよっていうだけですよね、あの本当にねこれをやるといいですよ、これやっちゃダメですよっていう論理はね政府の中ではね通らないんです。そうなんですか、それはあいつらがダメって言ったからダメ、これはあいつらがやれって言ったからやれ、だからダメな会社ってそうじゃないですか、はい、こんなんやったら会社は損するじゃないですか、いやでも課長が言ってんだからしょうがねえんだよこれやっとけお前、ってなるじゃないですか、はい、だからあの部長これ嫌いなんだよ、だからダメなんだよ藤井君、もう大人だろ分かんだろ君、はあ、大人だろ分かんだろ君っていうノリが政府を政府に蔓延してるんですよ、はい、特に岸田政権はそうなってるなっていうのは僕はいろんなニュース見ながら思いますね、だから財務省の言いなりにだってなるし、アメリカの言いなりだっていうことになるわけですよね、はい、岸田総理には政治を取り戻してほしいですね、そうですね、だって総理の判断で変わるんですからね、そうです本当にそうなんです、はい、いくらでも変わるんです、そのための、まあ、総理大臣なわけですからね、いろんな方にその、ね、耳を貸すのもいいですけど、しっかりとした真っ当な決断してもらわないと、そうですね、国民のためにね、はい、国民のためだけにあなたはいるんだということを忘れないでもらいたいですね。そうですね、でましてやですねこの岸田総理この経済対策の目指す狙いのもう一つで、日本の経済は30年ぶりに局面転換を迎えている、新たなステージが今見えてきている、確実に継続できるものにしよう、だから何がなんか分かってないですよね、はい、だから言ったようにインフレというところはいい、でも賃金が高くなってないところがダメで、賃金はむしろあんまり上がっていない、でインフレがダメで実質賃金下がっているという状況がある、だから
インフレ率はそのままにしながら、インフレ率はそれほど下げないようにしつつ、賃金だけが上がるようにすればよい、はい、という声が出てきたらね、いや傾聴にあったりしますよ、我々だって、うん、岸田さん頑張ってるなと、頑張れ頑張れと、なるんですけど、なんか中身ないじゃないですか、30年ぶりの機会になってきた、それは何が何、分からない、いや、だから分からないじゃなくて、何がどう30年ぶりな、なんてそう言えって言われたんだもん、誰が、いや、ちょっと、誰だったかな、あいつ、ちょっと忘れちゃった、あの部下のなんとか言って、なんと、とにかくそういう紙が回ってきたんだ、みたいに聞こえるわけですよ、はい、そう言ってるかどうか知りませんけど。はい、そういうの勘弁してもらいたい。そうですね、これは中身をちゃんと考えていってください。はい、続いてはこちら、読売新聞、在留3年転籍制限緩和、外国人の技能実習制度の在り方を検討する政府の有識者会議が今年秋にも取りまとめる最終報告書案の骨格が明らかとなりました。技能実習は廃止して、そして在留期間を3年とする新制度の創設が柱となっています。別の企業に移る転籍は就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認めます。受け入れ企業を原則最初の3年間変更できない制限は人権侵害、まあ、こういう批判がありました。また転籍できないことが要因で失踪者が増えているとも言われています。より高い賃金を求め失踪した人が相次いでいて、去年行方が分からなくなった外国人がおよそ9000人に上り、過去2番目の多さだったことが分かっています。いや、藤井さん、9000人行方分からないんですね、外国人のね。もともとね、この制度は僕たちの国にはあまりスキルがない、でも先進国日本にはすごくいっぱい技能研修できる機会がある、だから私はそれを勉強したい、行かさせてくださいって言ってくるわけでしょ、はい、でそこで研修してで帰っていったらいいということなわけですよ。だから来たいから来てはる人なわけでしょ、そこの仕事職種を身につけたいから、私は利用に興味があるとか、私は溶接に興味があると、はい、勉強したいって漁業とかね、そういうスキルを学びたいっていう制度じゃないですか、はい、だから人権侵害って何の話やねんと思うんですよ、はい、いやだってあなた、ラーメン屋に来てうどん食いたって言ってもしょうがないやろお前と、ラーメン食いたいからラーメン屋来たんやろ、望んで、はい、それで、うどんが食えないのか、俺はうどんが今食いたいんだ、人権侵害だ、お前頭おかしいんかみたいな話になるじゃないですか、はい、ってことはですよ、ってことはこの制度はね、実質上これ移民労働力のために導入しとるから、こういう人権侵害だとかって出てくるわけでしょ、はい、だからおかしいんですよ、突っ跳ねられないってことですもんね。だからこれ、もともとこの制度自体が嘘ついた制度だっていうことがバレちゃってるわけじゃないですか、はい、その人権侵害という批判があってこれに対応せなあかんとか、そしたらだから技能実習制度っていう名前やめろよと、はい、趣旨やめろよと、移民受け入れ制度っていうことにしとけよと、そしたら確かに人権侵害ですねと、労働力で自由に働きに来てるのにそれが働けないんだったら問題だなと、はい、いうことにはなるでしょうけども、もうめちゃくちゃですね。そうですね、めちゃくちゃですね。だから藤井さんさっきおっしゃったみたいにね、一つの技能を目指して海外から日本に来て、だったら1年じゃね、そりゃなかなかそのスキルなんてのは身につけることができません。まあ最低石の上にも3年じゃないけど、3年ぐらいはっていうんで、もともと生まれたはずですよね、だからね、たくさん取りすぎなんですよ、はあ、だから実際日本で受け入れれる量以上のものを受け入れてしまってるからこうなってしまうわけであって、でしかも受け入れる方は別に教えたろうっていう気持ちじゃなくて、人手不足やから働かしたろうと思ってるってことでしょ。だからその詐欺ですよこれ、ありていに言って、はい、ある意味詐欺ですから、この詐欺をもう国家ぐるみでやってるってことですから、そういう詐欺はやめなさいと、はい、いうことを政府の有識者会議も言ったらいいのにね、でこの技能実習制度をめぐってはですね、低賃金での重労働、実習生への暴行などが問題となっていまして、制度を廃止した上で新たな制度の創設について政府の有識者会議で議論されていました。で新制度の名称として育成技能
まあ、これが出ているということなんですね、うん。国内の労働力不足を踏まえて外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水準まで育成する、まあ、これを目指すということなんですけれども、この、まあ、新しい名称、育成技能、これはどうなんでしょうね。なんかごめんなさい、あんまりよく分かんないですね。はい。技能実習と何が違うんでしょうね。育成技能でやってるんじゃないですか、今。はい。そうですね、育ててる、育てるためにやってる、ね、技能を、その望んでる技能を育てて、うん、で、まあ、あのゲットさせるという。だって、僕ら大学の講義で実習ってありますけど、それ技能を育成するためにやってるんですよ、はい。ごめんなさい、はい、本当に意味が分かんない、いや、これは赤じゃなくて、今日からレッドっていう名前にしよう。うん、いや何が違うんですか。いや、とにかくね、レッドだ、うん、お前は黄色か、じゃあお前はイエローだ。そうやカレークとかっていう話やったら分かるけど、キレンジャーカレースケとか名前変わってるだけやねんけど、うん、いや、よし、イエローだ、お前はブルーだ、俺はブラックだ。いやいや、そういうことですか。何なんですかね。いや、本当に僕がバカなんですかね、ちょっと分かんないですね。いやいや、これはですから、だって、もう一回いきますね、うん、国内の労働力不足を踏まえ、外国人材を確保して、うん、一定の専門性や技能を有する水準まで育成することを目指す。それ、技能実習じゃないですか。はい。まあ、これまではだから、国内の労働力不足を踏まえとか、そういうのはなかったんです。入ってないってこと？入ってないですね。でもこの育成技能っていう言葉には労働力不足を踏まえっていう概念入ってないじゃないですか。そうですね、この言葉自体にはね、ちょっとそこから汲み取ることはしにくいですね。できないですよ、そんなの。いや、はい、もう本当にアホなんかな、この人ら。新制度の名称として、はい、だから変えるだけでしょ、はい、名前を。名前を変えて、はい、ほぼ同じなのに、ほいで、ね、あの労働力でつこたろう中になったんだよって、はい、なんじゃこれ。うーん、いや、何言っとんねん、これ。これはどこ、いやいや、こんなアホ。そんなアホと喋るの嫌や、これ。そうですね。怖い、もう、いや、早く逃げよう、逃げよう、こんな逃げよう、逃げよう。でもこれ、だから、この政府の有識者会議でこう決まってますからね。何の有識者やねん、お前ら。どなたなんでしょうね。これちょっと本当僕、議事録見たら分かんのかもしれませんけど、はあ、ちょっとこの報道だけではちょっと意味分かんないですね。そうですね。いや、アホにも程がありますね、これね。はい。続いてはこちら。産経新聞、デジタル活用、人口減克服。政府は昨日、人口減少社会に対応するためのデジタル技術活用の方策を検討するデジタル行財政改革会議、こちらの初会合を官邸で開きました。国と地方自治体が一体的にデジタル化を進めて行政公共サービスの人手不足を補う、まあ、こちらが狙いです。技術活用を妨げる規制の見直し、これも進めて効率化と地域活性化を目指します。デジタル化で人手不足を補うと、まあ、いうことなんですね。まあ、デジタル化で人手不足を補う、これを補うというのは、藤井さん、これどうでしょう。まあ、それはそれでいいんですけど、はい、だってそれ、だってそんなん当たり前じゃないですか、はい、ずっとやってる話だし、まあ、だからより便利にして、うん、デジタル化して、そして人員も、まあ、負担が少なくしていこうということなんでしょうね、うん、まあまあ、はい、まあ今やってることですよね、はい、どこでもやってますよね、でもあれも嫌ですね、なんか寿司屋とかレストランとか居酒屋とか行って店員が来て、はい、あのここで書いてある通りにやってください、はい、お前今言ったの、あ、やってください、あの生蜜、あ、ダメ、ここに打ってる生蜜って、俺今お前に言ったらあかんわけ、今ここで行けんのに、いや、でもこここうやって、いや、むしろ時間取ってるやんけ今それ生蜜言うてんねん、俺もう3人ほんの分からへんから3人生蜜やねんみたいな、あれ腹立ちますね。ね、えマニュアル通りにするとそうなって、まあ、お店の中には、あ、じゃあ分かりました、私やりますっていうところもあるし、まあまあ、それでちゃんと教えた後でずっとできるからっていうことなんでしょうけどね、はい、いやですね、結構増えてきましたね今ね。そうなんですよね、兄弟もね、なんか新しい ね出張システムが入ってね、全部自分でやるのダメなんですよ、なんかシステムにこう入れてって、だから人でいりませんみたいな、はい、もうどれだけめんどくさいかこれまではだから、まあ、どなたかがやってた
って感じなんですか。うん、いや、これまでなんか紙書いて出してたか、紙に書いてね。でもおじいちゃんとか分かんないじゃないですか、はい、しょうがないから人雇ってるわけです。人雇ってこれちょっとこれ言ってくれたと、人手不足の逆言っとるやないかみたいなお、僕は分からないから、これ君やってくれたまえみたいな、それ頼まれた方がね、はい、僕ねそれね、腹立つな思いながらめちゃくちゃ時間かけてやったんですけどね、はい、日にち打ち間違えてね出張料費全部パーになった、あの帰ってきたりするんですよね。あと、うん、この日付が、日付というかもう期限が切れるとダメとかね、いやもうね、ありますから、出張行こう思ったら出張の、はい、切符手配した切符の日終わってたんですよ僕。ああ言うてこれ今までではありえなかった、紙に書いてたら、はい、先生これ日に付けちゃいますよ、直しときましたから、ありがとうやったの、はい、もう借子定規じゃなくてこうやって何月11日とかとか打って、はい、ああこれでもう大変ですよ、自分も藤井先生何してるんですか、これもちょっと弁償してください、あらま自分で切符は買わなあかんわ、そしてそちらの費用も何してんねん俺これもうみたいな、そんなんじゃねえ、そあーいそりゃいい思い出はない、もうね、その制度始まってまだ12日でしょ今日、そうです、10月12日3回失敗してるんですよ僕、あ10月入ってから3回失敗してるんですよ、あーとか言って、あの勘弁してくれよ、藤井さん本気になればできると思うんですけど、もうなんかねさーっと今までやってたやり方じゃないから、はい、なんか自分でやってみようかな、その藤井聡という心の中で拒みがありますねどこかで、いやもうだからガラケー使い続けてる精神ですからね、もう携帯もガラケーしか持ってないわけですから、本当だ今ね手元に赤いガラケーが出てまいりました、やめて僕にそんな DX とか個人的にはねそういう人もいますから、このまま生かさせてこのまま死なさせてあとはそのデジタル行財政改革会議の中で交通では一般ドライバーが自家用車で客を有償で運ぶライドシェア導入を検討、まあ、このライドシェアについてですね反対する声も結構あるんですけれども、これ解禁に向けて動くっていうことなんでしょうかね。いやこれはねそんなことさせちゃダメですよ、はい、だってねもうこれライドシェアってねもうみんななんかもうよう分かってないかもしれませんけどめちゃ幅あるんですよ、はい、で事実上ね今タクシーって S ライドとか GO なんとかってあるじゃないですか、はい、あんなもんですよ、はい、ライドシェアってあのスマートフォンでね、そうそうそう、だからもう事実上今日本はライドシェアできてるんですよ、はい、であれをどんだけ便利にするかっていう方向の議論だったらいいと思いますけどね、はい、わざわざ中国企業だとかねなんかアメリカ企業だとか連れてきてですよ、ライドシェアのなんかウーバーやなんやとか導入してですよ、それで新しい制度作ってって制度運営しながらいろんな問題出てきたらちょっとずつ改善しましょうとかね、もうバカがお前ですよ、だからもう僕のそのあーいう話と一緒ですよ、もうだからもうやめてそういうシステム変えんのやめて、どうせみんなそんなあるんやから、それで結局元に戻ったりするんですよ、もう使いづらいとかね、使いづらいからと誰も使ってないシステムになると、ね、ミスが続いて苦情ばっかり来てね、苦情ばっかり来てとかね、でも目に見えてるわけですよ、うん、だってタクシーの自由化だって元に戻そうとしてるしね、はい、トラックの自由化だって元に戻そうとしてるしね、諸外国では全部そうなってるし日本でもそういう動きがあるんですから、はい、こんなことやったって全然意味ないんですよ、まあ、これ地方では働き手の不足が深刻化しているからというような理由もあるようではありますけどもね、うんうん、だから改善していけばいいんですよ、はい、今あること、ね、抜本的に変えるっていうのはやめて、はい、ちょうだい。続いてはこちら、読売新聞、経済安全保障月内に方針。政府は経済安全保障で重要な産業技術に関する基本方針を月内に策定します。官民で軍事に用いられる可能性の高い技術の開発保護に重点的に取り組むことを打ち出すといいます。政府は今回の方針に基づき国際競争力のある産業基盤の強化を目指しています。今回の方針は予算編成や産業界と協力する際などの基本的な考え方に位置づけ
づけられるということですが、産業支援策では他国と競争する上で技術的優位性を確保すべき分野を絞り込んで、補助金あと税制優遇で育成を支援するといいます。具体的には量子を含めたコンピューターですとか、あと脱炭素など環境バイオテクノロジーなどが想定されるといいます。また産業防衛策をめぐっては軍事に用いられる可能性の高い技術の流出の阻止に向け、輸出や海外からのこの投資の管理のあり方ですね、これを検討するとしています。経済安全保障月内に方針と、うん、いやこれは大変結構なことだと思うんですけどね、はい、一番の問題はねこの補助金ですよ、はあはあ、税制優遇ですよ、はい、これがちゃんとした水準でなければダメなんですよ、はい、それこそねもう桁がもうね中国アメリカと違うんですよ、はい、今年の補正予算で15億円つけといたから大丈夫だよと、もうアメリカやなんやもう1500億とかつけとるわけですよ、はあ、1500億と15億円やったらお前15円と1500円やぞお前と、それお前ねえ、15万円と1500万の違いですよ、まあ、それでこの支援って言われてもね、そうなんですよ、お金かかるわけですから、これでね、はい、15万円でずっと支援しててもね大した成果出ないですよ、はい、そしたらこいつらあいつらね財務省なんて、いやせっかく我々だってジャブジャブ支援してるのに全然成果出てないじゃない、いやだから15円では無理や言ってんねん、はい、15億円で無理やで向こう1500っていうか、はい、7000億ぐらい使ってんじゃんと、だそのぐらいかけなきゃできないっていうのは分かってるからですね、うん、で7000億かけてね、はい、そのうちの5000億無駄であることだってあるわけですよ、でも2000億が当たったらそれでいいんですよ、はい、そしたらその2000億が1兆円とか10兆円とか生んでいくんだから、そのために5000億とかもう無駄なものでいいんですよ、そんなそのルーレットをやるときにですよ、その一点がよし3だとか言って3だけで外れちゃったじゃないかこの野郎それじゃねえ、外れてる一回やって外れてる、絶対儲からないと思うからルーレットしないから、いやルーレットやめろお前ですよそうです、ね、ルーレット言ったら何回も何回もやって、はい、そのうちドーンと当たるかどうかじゃないですか、はい、で経済というのは不確実性でやっとるわけですから、はい、ルーレットだと思わないとダメなんですよ、あそうなんですね、だから15億円もつけちゃったよもうどんだけせこいのお前、ドーンといかないとダメなんですよ、ダメですね、アホなんですか、はい、時刻7時38分です。時刻7時39分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。日経新聞から、世界平和統一家庭連合をめぐり文化庁は昨日宗教法人審議会を今日開くと発表しました。教団に対する解散命令請求について森山文科大臣が説明し委員の意見を聞く方針です。文化庁は委員の了承を得て、正式決定し明日にも請求の手続きを進める方向で調整します。11ヶ月に及んだ教団の調査最終局面を迎えます。宗教法人法は法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為があった場合、裁判所が解散を命令できると定められています。教団の広報担当者は取材に、解散命令を請求されるような活動は教団として行っていないとコメントをしているということなんですが、まあ、解散請求今日決定ということですね、うん、でまあ、手続き上そうなったんでそう進めれば、はい、まあ、いいと思うんですけどね、まあ、この問題をこの話で終わらそうとしとるように僕には受け取れるんですね、ね、要するにまあ話題になって騒ぎになったからなんか政府としても落とし前つけなあかんか、とりあえず解散しとこうかって言って騒ぎを収めるというのが見えてくるわけですが、そういう問題じゃないんですよね、まあ、今回はこれでやればいいですけど、これまでそこを取り締まってなかった政府の体質はどうやねんと、はい、でさらにこれと類似したような事例についてどういうふうに考えるんやと、でしかもこれまで対応しなかったことで生じてきた被害についてどういうケアを政府としてやるんだということを包括的に考えていく方向にあの騒ぎのエネルギーをね投入していかなあかんわけですけど、とりあえず改ざんしたから、まあ、これで一件落着じゃみたいな話にしてもらっちゃ困るわけですよね、はい、だから問題はいろんなところに、ね、あるということですから、うん、そういうふうにして考えてもらいたいですね。そうなんですね、はい、
化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。こちら産経新聞です。札幌市の秋元市長と日本オリンピック委員会 JOC の山下会長が都内で会見しました。2030年冬のオリンピックパラリンピック招致を断念することを表明しました。2030年の大会招致をめぐっては2021年東京オリンピックパラリンピックの汚職談合事件などでオリンピック開催への不信感が募り開催支持の声が広がらなかったといいます。秋元市長は招致への理解が十分とは言い難い状況にあると言わざるを得ない、こう話しました。招致断念という、この動きです。表明したということですが、藤井さんこれはどう受け止めますか。もう今の日本を象徴しているような話ですよね。おそらく東京オリンピックを、開催した時の日本人の気分というのはどういうものだったかというとね、かつての東京オリンピック高度成長期の頃の日本が日の出の勢いのある時の象徴的イベントとして、日本が勢いがあったと。でところがあの時代と違って日本はもう97年の消費増税以降デフレがどんどん続いて、どんどん日本の国力がダメになってきて治安も悪くなってきて世相が暗いと。ここで、オリンピックという大きなイベントを呼び込んで、それを起爆剤としてもう一度V 字回復するんだ、明るい未来を作るんだと思ってやったところもうグッダグダだったわけですよ。もう開会式もダラダラしてて閉会式もダラダラしてて、でもうマーク一つ作るんでもなんかゴタ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 して、でもう競技場作るんでもゴタ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 して、で結局終わってからなんか汚職やなんやとか言ってもうろくなことないし、経済効果もなんかあったかなかったかようわからんし、なんかやってもあんま意味なかったなということになってて、そしたらオリンピックも札幌でやってもしょうがないよなと。でだから要するにね、あのオリンピックは何を意味してたかっていうとね、70年前後のね、あの高度成長期の頃には日本はね、あのオリンピックという大舞台を用意するだけの実力があったんですよ、そうですね、勢いがあったんですよ。で日本人全員でそれ盛り上げた、でしっかりとしたイベントにもなった。ところがですね、この令和の日本というのはもうダラ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 してて、もう締まりのない子供みたいなもんでね、もうしっかりしなさいとか言って、とか言って、はい、これ分かるのか、分かんないみたいなね、日本人全体がね、はいとか分かりました、分かって言えないか、はい分かんないみたいなことになっててね、だから大国家イベントとしてのオリンピックをやる実力がもうないんです。そんだけのね、規律もないしね、着替えもないしね、やる気もないしね、財力もないしね、なんといってもね、その志がない。そういえば博士か大臣か立身出世するぞみたいなね、未来に向けてのその志、心を刺す、そういうね、胆力というかね、そういう気概というかね、そういうものがもうない、ダラダラしたやつらに日本人はなったんですよ。だからね、もうオリンピックなんて立派なね、イベントなんてできません。せいぜいネットフリックスとかなんとか外国人に与えられてるもんを供給されて、なんかぼーっと見てたらええんちゃいまんかみたいな国になっとるわけですよ。悲しいですね。いや悲しい、なんとかしなきゃいけないですね。なんとかしなきゃいけないですね。そして、今回のこの札幌市秋元市長はですね、34年以降の大会招致活動は継続すると発言しています、が2034年の大会は過去に、冬のオリンピックを開催して地元住民の支持率も高いアメリカのソルトレークシティが大本命と言われています、秋元市長かなり厳しい状況にある、こういう認識も示しました。で、この断念はですね、拙速にこの招致活動これを進めることで、オリンピックやこのスポーツが持つ価値そのものを傷つけかねない、こう判断して、日本オリンピック委員会側が今回は市にどうですか、できますか、ちょっとというようなこう、提案をしたということのようです。30年大会の開催地年内にも絞り込まれる可能性があり、落選のリスクを避けたい意向、これもあったと、いうことでありますが、でも先ほどの藤井さんの話聞いてると、まずはピシッと我々がね、これはだから札幌云々の話じゃなくて国全体で、
もう一回何か考え直さなくてはいけない部分があるってことですね。なんといってもね、最もパブリックな、はい、公共的で立派な職業というと総理大臣なんですけど、はい、その最も立派であるべき人物があれですから、うんうん、だからね、あれがね、日本を象徴してるんですよね、そうなんですね、はい、今朝のコメンテーター藤井聡さんでした。藤井さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。